こんにちは、今回はタルタリアとイエランの素材のセイラを集めます。基本的にわかりやすく固まって分布しているので、わかりづらい部分のみ補足します。そして、わかりづらいものはほとんど海に沈んでるんですが、見づらいものは元素四角を推奨します。あと、塩基と7は特産品の場所がわかる添付があるので使う推奨です。それでは進めていきます。ついてこいなんて言ってないよ。2個目は壊れた小舟の横にいるヒルチャールが目印。テイワットマップだと若干わかりづらいやつね。ついてこいなんて言ってないよ。放浪者のスキル中の通常移動遅く見えるのは視野角が少し狭くなってるから説ある？次は水アビスとユミチャールのトリオが目印。こいつらの方向へ向かってると一個あります。属性を見下ろさん。ついてこいなんて言ってないよ。この辺り少しわかりづらいので敵に元素四角してね。ここを拾ったら、少し戻ります。ミニマップ西です。これを取ったらミニマップ東、海沿いにドラスパ方面へと進みます。ここからドラスパ地帯、保護色でマジでわかりづらいね。セイラ全体的にそうですが、海岸沿い、海沿いに進んでいきます。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。雨と大差ないはずなのに、人に好かれるのはこっちの方なんだ。まったく、運命ってのは気まぐれだね。これなんか埋まってるな。元素比較してもわかりづらいのでここは要チェック。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。この後はマップ東側、海を少しだけ泳ぎます。ここにこう待ってます。ドラスパは全体的に注意です。ドラスパエリアは7個ありますので見落とし注意。続いて陽光の浜南ルート、ワープした先に2個あるのでお見逃しなく。若干四角で1個見逃しがちです。こっちしっかりカメラ回さないと画面に映りません。遅い。
次は遺跡守衛の残骸がある方面へ進みます。ここの2つは見つけづらいですので、元素資格を。続いて、桐原東に該当するのかな。ユヒカリの浜南の南エリア。こちらは、1回限定で NPC からセイラ3個、セイラ3個をもらえます。ですので、基本的には20個拾えますね。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。ここは小舟の横ですね。若干隠れております。次はそのまま海沿いを進んでもらって、占い師の裏ちゃん、浮気相手の浮ちゃんみたいなのがいるので、1回限定で、ここでセイラを3個もらえます。もらってない方は、もらっておきましょう。そして、壊れた小舟の方へ。ここと、画面左上に1個あるのが見えます。あとはこのまま海沿いで、しばらくはわかりやすい位置にあります。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。ここの盗賊団のテント付近は3個あるので、お見逃しなく。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。次はミニマップ東、わかりづらいので元素資格を。遅い。ここからは、かなり元素資格を使う方が見つけやすいですね。だいたい海に沈んでて保護色で見づらいです。次は、正面のくぼんでる場所ですね。来いなんて言ってないよ。この次、わかりづらいです。ついてこいなんて言ってないよ。最後は幸運閣ルート。北西のワープから行きます。
こちらは1個取った後は、地形を海沿いに回ります。この後はどちらも船の横にありますので、船が目印。ここに1個ありますが、遠いので今回は割愛しました。どうしても欲しい人は取ってください。次は、古雲閣の南側のルート。ワープしたら、東側へ進みます。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。ついてこいなんて言ってないよ。なんて言ってないよ。ついてこいなんて言ってないよ。最後はショップです。ワープしたら港側へ降りて、一個下のフロアのショップです。これで終わり。ご視聴ありがとうございました。さようなら。